备孕继听家变相过掉防守人，面对补防拉杆换到左手打进。河村永辉在日本联赛打得真是好啊，经过男篮世界杯的洗礼，身高172的河村永辉今年直接打成了日本联赛得分王，各种漂亮的过人，赏心悦目的传球，球风真的太好看了。毕竟是在世界杯上军训马尔卡宁的男人，在 B 联赛军训一下外援自然是没问题的。这一手运球衔接三分投射太值得学习了。赛季至今的四场比赛里，河村永辉场均可以拿到 29.5 分、 6.5 助攻、 1.8 抢断。最近的三场比赛他分别拿下了31分、30分以及40分，完美诠释了矮个生存之道。一起来看看河村永辉这几场比赛的精华集锦。ファールはできない両チーム。川村、川村！追いついた横浜！ここで行けるんですが、川村！来た！ボールが手を離れた瞬間。ああ、どっちでしょう、これは。なんだかあって、スコットとの数面ゲーム。スコットペイント台。そこからレイアップでした。フローターのシュート。スコットとのピックアンドロール。川村戻ってきて。ケビン・ジョーンズが突き直しました。それで、でオリバーが左に回り込んで、スコットのピック、川村いったスピードで行きますよ、スピードで行きますよ、ね。スイッチして、バズスキの上から本来にパスを入れないとバイオレーションになってしまうんですが、川村、川村ファールあって、エンドワンだいいですよね、これね。昨日も川村選手に対してミスマッチで、しっかりこう得点作ってましたからね。川村、ここはスピードを上げて、レア川村ね、チャレンジしたんですけど、この角度ですね、ここからリングにまっすぐ行くと、すごく守りづらいんですよね。はい、っていうところもね、すごく両チーム大事になってくる。川村だ、川村3、さすが、192センチ、20センチとあります、追っていく、しかしスピードがある、川村だ、手伝ってる、どうする、スリーポイント、あー、決めたー、川村のクラッチシュート、試してたと思うんですよね。まあ、それこそ周りが点取れれば、相手が非常に高いと思いますよね、ジョン選手は。昨日が9得点、7リバウンド、8アシストという素晴らしいスタート、おっ、河村が決めてきました、ツーワンのツーですね、フロンマンツーですね、河村対何か、河村ロングツー、ファールだったー、スピード上がっています、ニュートンとの数面ゲーム、ジャクソンがフォローに入りますが、ジャクソンとの競り合いでした、河村、スピード上げて、バスが取った、河村とパーカー、回り込んで、いや何か仕掛けがあるのか、河村、ほら来たー、ジュコフがピックに来た、ちょっと重なった、トップの位置から来たー、河村に出てきて、オリバーのピック、ただ前、ベンツリーがいる、ベンツリー、さばいて打ってきたー、来たー